39期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原奈緒です。解説は引き続き藤崎聡プロが務めます。藤崎プロ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第5節2回戦東杯の開始です。それでは2回戦開始してください。立ち合いに石田忠の合図によって対局が開始されます。2回戦はちいちゃから白鳥、なんちゃ山田、シャーチャ瀬戸熊、ベーチャ柴田の並びです。1回戦は山田、瀬戸熊、白鳥、柴田の並びで終了いたしました。ボラが言いそう。さあ4社が上がりを決めましたが、展開的にはどうでしたか？見ていて、あの柴田くんが苦しいですよね。なんかもう、はい、なんかお出かけしていく局面がないですもんね。はい、静かにね、お留守番してました ね時々ね、後継のいいちゃんとまで早く行っても、はい、天板内でイライラする展開とかいうのでね、はい、まあただそういう日ももちろんあるんでね、あのいい時ばかりではないので、まあその辺は柴田くんうまいですからね、うまくまとめてくるとは思うんですけども。残り3回です。はい、白鳥も最後大きな上がりを決めて、そうですね、はい、はい、まあ、ただ一つ言えることは翔ちゃんと柴田くんはね、はい、ちょっとでも浮いて帰りたい説ではあるんですから、1回戦目は、はい、そこをどうするか、後ほどポイントが出ると思います。はい、さあ山田はトップを取って、はい、そうですね、ポイント出ました。これは1回終えてのポイントとなっております。うん、あ、白鳥が2人もいる、なんと。本当だ失礼しました。川原さんじゃなくて、あ、じゃなかった、白鳥の2人、ええ、あ、なるほど、ね、柴田さんがいますよ。はい、あ、はい、出ましたね。柴田くん2節で70沈んでるもんね。ちょっときついですね、うん、やっぱりね、今日は気持ちの上ではね沈みたくないんでしょうけど、はい、まあ、もうちょっとね、我慢大事な時もあるので、はい、いつはね、やっぱね、あの16人いて2人しか勝ち上がれないので、はい、あの単純に確率だけ見てもね、あのチャンスが来るまで我慢するしかやっぱりないのでね、でチャンスが来た時どれだけ確実に昇級決められるかだと思うので、じゃあそれまでは残留をで、残留やむなしの年も必ずありますよね。はい、もう第5節半分が終わろうとしています。はい、ドラは言いそうで、統一が目立つ山田、瀬戸くもはシャーチャ、ドラを持ってきました。続いて柴田、うん、ペーチャーです。はい、まあ、あの1回戦目、そうね、あの山田プロと瀬戸熊プロに関してはね、はい、なんかもう通常運転な感じですよね、はい、ヒロも上がって振って上がって振ってね参加率高めにして上がる手の方が高いですよみたいなね、はい、そういう内容でしたし、瀬戸熊も、ね、瀬戸熊さんも基本的にはなんかおとなしいんだけど、一瞬の切れ味でね、勝負どころきっちりものにしてっていうあんちゃんでしたから、まだトルネードは見れていませんが、うん、この後出てくるんでしょうか。はい、イーシャンテン、柴田はチートイツのイーシャンテンですが、メンツ手が強く見えてきたでしょうか。うん、なんかね、中途半端だよね、本当ね、これ嫌ですよね、どっちに行くのかわからない。あのたまたま天秤かけていってね、はい、簡単にチートイテンパってくれるような日のようには見えないからね、今日はね、はい、手なりチートイ、ね、最後まで天秤かけてって、あれ、チートイテンパったよみたいなね、捨て牌もいい感じだよみたいなのありますよねどうもそういう陽気には見えないもんね、はい、今日ね、一二黒ぐらいありそうな今日の一日スタート。山田はスーマンちょっと払う未来はなくなってきましたか。まあ、チートイドラドラで十分という形でしょうね、はい、おそらくね、うん、両蔵三蔵引いて切り替えるかどうかぐらいですかね。現在中盤の後ろに入っていますが、通走引きです。つもぎりでした。瀬戸熊も ペン三層の部分が払いづらいでしょうか。はい、サブローマンとペン三層のイーシャンテン中、三層1枚ドラが1枚ですか。
はい。いやだね、このローマンも。どうしましょうか。ペッペは。あの仕掛ける覚悟があるんなら、はい、ペイでいいと思うんですけどね。ペイは一枚切れ、うん、ただこういうバランスなんでしょうね。あの、はい、泣いてまでお出かけしていくにはちょっと危険すぎると。ということは泣かないでいくためにはやっぱりチートイの方だよねってことですか。ウーピン切りとなります。はい、ただウーピンだとまだ天秤かかってるもんね。そうですね、メンツでもまだ終える状況、うん、こちらあそこでちょっとこれで天敗、これ良かったですね。はい、ローマン短期のチートイツ、一つ安心部分はありました、うん、あの手からちょっとね、はい、先天しかないの見えててドラも一番消えてなくてね、お出かけしていくのは強気すぎるもんね、うん、やっぱなんかありそうですもんね、この後に、ね、ローマンを切るんでしょうか。3万つもぎり、ここで3万つもぎりになるとローマンだいぶもう切りづらい。あ、でも9万取ってるから次あたり切るチャンスですか、ローマンね。はい、今ローマンではないんですね、うん、もうあそこまでちょっと上がりじゃないでしょうからね。多分なんか安全に天敗量安全に天敗最後まで 取り切りたいっていう方が強いでしょうから、現在天パを入れているのは柴田のみとなります。だってヒロは天パったら危ないよね。あ、でもリアンシャン天 か、ま、だ大丈夫ですか。そうですね、まだリアンシャン天。そして親番の白鳥は天パ一寸間はリーチ、リーチピンフトラ。これでローマン短期罰ゲームだもんね。無理ですね、なんでローマンなんだよと思いますけど、もう上がりたい。安全牌引いてきてほしいものです。瀬戸熊、いや今日の出来からするとね、なかなか安全牌ってわけにいかないんだよね。大体危ない牌持ってきますよね。大体飛んできますよねあれ何しに来たの君みたいなのね。やめろ。あ、大丈夫。あセーフですね。え、待ってください、悪いこと考えてます。いや無理でしょう。ちょっとね、あのドラドラとかだったらね、ローマン勝負してリファで待ちたいでしょう。よく出ますけどね。相撲が1回ずつとなりました。ローマンもあるんだよね。柴田のローマンは、お、ペは大丈夫ですね。安全に行けましたよ。よかったですね。はい、天敗料がもらえそうです。これでちょっとね、展開良くなってくれれば。はい、この二巡危険牌持ってこなかったの大きいんじゃないですかね。大きいです。 3,4 着だった白鳥、柴田が2人天敗流局となりました。白鳥、親番連チャンです。今日はツイッターで公式ルールが若…てんてんてんと書いておりました。まあね、ええ、大変だよね。はい、大変ですよね。今、翔ちゃんはね、今どうしても M リングの方にね肘を多くかけなきゃいけないでしょうから、はい、難しいです ね、なんかいろんなルールやって、うん、やっぱエムリーガーはね、はい、あのご覧になってる皆さん知らないと思うんですけどね、はいはい、僕もエムリーグって昔ちょっとやってたことあるんで、ね、皆さんご存知です。はい、もう重々に経験すると分かるんですけど、はい、ね、なんか方線とかと両方かぶっちゃうとね、はい、方線の方が本当は非常に気になるんだけど、はい、ただエムリーグの方ってほらいろんなスポンサーの、ね、大手企業の方とかのお世話になってるの で、ね、個人じゃないですもんね。そうそう、どうしても M リーグの方に肘を置かざるを得なくなってくるんでね、うん、もう皆さんね、気持ちは全部に込めたいわけですけども、はい、なかなかね、そうそんな器用にはいかないもので、うん、だからね、 M リーガーはもう本当にあの連盟のためじゃなくてね、麻雀界のために今頑張ってくれてると、うん、でそうじゃない人は連盟のために頑張りましょうという感じで、しょうがないんじゃないかなとは思うんですけどね。大谷さんとかもすごいですよね、タイトルを取りながらも M リーグで活躍して、ねね、リーグ戦ちょっと苦しんでおりましたけども、ね、今回だからそう考えるとやっぱ大谷さんがバケモンだよね、はい、やっぱりね、はい、だって大谷さんの気持ちの中でもやっぱりどうしても比重はね M リーグの方だと思うんですよ、やっぱりね、あれだけ大手の
スポンサーさんにねお世話になって やらせてもらってるわけですからね。同時にチームメイトもいますからね、うん、シャートンポン入れている柴田です。さあ状況は煮詰まっていると言えるんでしょうか。まだは捨て牌はまだ撤廃はしてないですよね、はい、シャートリランシャンテン、はい、で一応まあ少数字の可能性も消えてるし、まあ、消えては完全には消えてはいないですけどほぼねほぼないでしょうし、で役でもないし役は一つ、うん、まあ、でドライ色でもないからじゃあ、まあ、そんなんでもないんじゃないですかね、うん、トイトイとかついていなければ、まあ、実際はちゃんたがつくかもしれないんでね、はい、実際は高いんですけど山高いシャンテン、うん、そんなに煮詰まってる感じではないと思うんですけどね。じゃあ本一の中ではまだ比較的はい自敗も持ってないからね、っていうか自敗1枚を持ってしてて天敗の可能性もあるんで何とも言えないですけど、シャトリーシャンテン、うん、煮詰まってるってことだけはなさそうですね。いいペン切るのかそれともスーソーの方でした、うん、完了ピンよしってことですか。じゃあ6球も引いた、あ、ごめんなさい、1球も引いた時に3ピン一旦切るっていうことがあるってことですかね。3ピン切ってリーチになるんじゃないですか。ただこれ2枚見えたんで今度は3ピン狙うかもしれないね。はい、でもだから2ピンが切られます。瀬戸駒は何で考えました。まあ、一応なんでロンって言われると小寿司の可能性あるんでね。ペイが手の中であんこのケース、はい、ないだろうということで何を切っていきます、うん、そんなにうまくいかないでしょ、はい、みたいな。大体なさそうですけどね、うん、大体ね、はい、でも怖いですよね。でもその大体が裏目って3万2千って言われると大概取り返せないけどね、はい、今日1日でもね。柴田の手の内はこうなっています。 1,2,5,7,8,9 ペラソガンコになるとここはリーチ1万親のリーチが入りました、はい、そして持ってきた数万は当たり牌、はい、いやでも柴田君もやっぱりね、はい、あの気持ちは強いですよね。泣いた以上はっていう打ち方してますよね。こちらです、うん、あのあそこまでいいシャンテンになってポンポンといけてから全くマンズマ自敗も引かない形になってるの で、はい、そうなるとちょっと弱気になるとウーマン先に打ってね、あの周りにプレッシャーかけてやろうかって気になると思うんですけど、プレッシャーかけに行くんじゃなくてあくまで上がりを広く取ってますからね。素直に言ってましたね、うん、確かにそういう戦法もあるわけですね、うん、手が進まないからこそ周りの手を遅めようというか周りにちょっと怖がらせるようにね、はい、打ってもしかしたら失敗してくれる上がり逃してくれるかもしれないよっていうようなね、うん、親リーが入ると展開はガラッと変わるんでしょうか。山田の手はこちら、うん、普通あのヒロにチュンとか打たれてるのでションパイのチュンとかね、はい、多分唯一の厄介だったよね。打ってますね。あとははい、うん、打たれてるのでそうなるとちょっとヒロに好き勝手切らせないようにとかね、はい、馬先打ちとかしたくなりますけどそういうんじゃないと。これで天牌ペン三万ね、馬打ってたら天パンないもんね。本当ですね。うまく使ってペン三万のテンポを入れることには成功。山田は9万の統一に手をかけました。9万現物になったところ、これで間違いができますが間違いしないとアウトだもんね。うん、アウトでした。イーマンが宝珠白鳥の上がり弾用は消えましたがリーチで2000は2300、はい、うん、はい、あの裏目には出ましたけど、はい、気持ちの強さは出てますので、はい、いいんじゃないか。戦って負けた結果なのでね、戦った結果ですからね。この後がどう生きてくるでしょうか。セラトリは連チャン中、日本馬です。ドラスーソー、セラトリショープロ、はい、マージャンマスターズを2度獲得、竜王位も持っていますね。3度目も惜しかったですけどね、はい、はい、現在23期生、はい、同期は今立ち会いをしている吉田忠プロや枠津明プロなどなど、うん、M リーグで言えばね、はい、瀬戸駒さんなんかが活躍してますからね、本当にね。そうですね、うん、大したもんですよね、はい、アベマズで
トンから来てた。なぜですか？ちょっと珍しいですか、うん、山田さんがトンから切るのは。そうね、珍しいね。勝負手になる手形だからですか？どうなんでしょうね。勝負手になる手形ならトン絞っても良さそうですけどね。はい、だとするとまあなんでしょうね。例えば感覚的なもので翔ちゃんのさっきの率高く見えてたんだけど、あ、リノミだったのみたいな感覚でね、あ、少しちょっと評価、今の出来、今日の今の出来からすると評価下げてもいいのかなみたいなね、そういうのも、そういう時もありますしね。まあまあわかんないですけど、はい、山田プロは意外とそっちのタイプの打ち手ではないから、はい、その辺はわかんないですけどね。藤崎さんはこの公式ルールでダブトンの比重とか、はい、やっぱこうなんていうんですか、大事にする方ですか？あの、なんだろう、4人で麻雀打つってことを大事にしてる人っていうのはトンは打たないですよ。はい、はね、あ、なるほど、そうですね。あの、自分が得するわけじゃないです、自分がトン、あの、早めにトン切った方が流れづらいでしょっていう理由だけでトン切る人いっぱいいるんですけど、はい、ね、周りの他の小型が得するわけですから、はい、何も怖い思いしなくてトン切れるわけですからね、はいはい、なので、あの、よっぽどスピードで自分が一番だろうと思ってない限りはトンから切ることないですね。まあ、あの、自敗がトンしかなければトンから切るときありますけど、はい、何種類かある自敗からトンを最初に選ぶっていうのはもう自分が一番早いと思ってるときしか打たないですね。珍しくトンから打ち出していきました、はい、このトン1局、ね、だって他の小型に遠慮なくトン切られてその人がスピード上がると損するケースいっぱいあるんでね、やっぱね、はい、結構巷ではね、こう先切りみたいなのも流行ったりはしておりますが、なんか一発ラドラありだとダブトンのポンよりリーチの方嫌だから泣かすのにそれほど気にしないっていうのもなんとなく理解はできるんですけどね。ルールが違えば、うん、今のポンが入りました。なんでしょうね、これポンですか？何あ、役は何ですか？後々付け、後々付け、あ、白か順か初、流派はないんで白か順重ねてってこと。はい、白は割り一枚目でした。さっき言ってた藤崎さんが、はい、怖がらせるっていう意味ではどうですか？怖いね。だって全く見当つかないもんね。はい、ね、今のポン。手形はこちら。厄介あんこにしか見えないし。はい。厄介統一でバックだとするとドラ持ってますよね。2枚以上ね。怖いです。うん、じゃスピード感も感じるんですか？あのスピードが、例えばチュンとかあんこでスピードがあるケースで言えば、はい、これですよね。うん、あの高いとは限らないんで、はい、ですけど。まあ、もちろん安いとも限らないですけどね、はい、このちゃん、あ、これはうまく一つ一人は遅らせることには成功したんではないでしょうか。そうね、うまいもんだよね。はい、グッドタイミングでチュンが柴田へ、ね、あとは瀬戸熊手形ですからね、はい、理屈は分かりますけど恨めった時にひどすぎてね、はい、普通はできないですもんね。できないです。頭では考えても、うん、なかなかもういっかと、ドラドラ山田、はい、ただ自分の中ではそういういろいろ計算した結果、はい、あの、こっちの方が期待値が高いってことなんでしょうね。今のポンの発信でした、うん、マージャンハイブリッド、はい、で多分ね、これであの小型が、はい、親があまりにやばいってなったら、はい、スピードが上がる可能性があるじゃない、周りが、周りのスピードが上がるってことは打点が下がるわけですよ当然ね。じゃあ自分が被る可能性も下がるみたいなことですか、うん、だからこれで誰かがやばいと思ってさばき手でポンロン先手とか言ってくれれば大儲けだよみたいなね、確かに一緒に打ってたらもう危ないからちょっとチー手にしようとか思っちゃいますもん、うん、はい、うん、そうですよね、あの瀬戸熊さんの手なんかね、はい、チーって言っちゃうかもしれない、言いたくなっちゃうかもしれませんね、はい、まあ、そういう効果も大きいってことなんでしょうけど、役できました、ね、チュンが重なりましたしかも山にチュン1枚残ってます、はい、
ただ数万切りじゃないのはなんでなんですかね。マンズに見せたいって言っても手から嘘を取り落とししたらマンズには見えないよね、はい、多分ね。謎だってなりますね。スッチーマンは安全牌にしたくなかったってことですかね。緩和の電波役なし。トイトイからマンズに変えたように見えるってことですか。嘘の統一落としは多分そうだもんね、はい、そしてリーチが本手で勝負リーチスッチッソ、うん、瀬戸熊です。でこうなればすいませんと、はい、本手なんですねとじゃあこの後に降りるって選択肢が出てくるってことですかね。降りれるかどうか知りませんけど安全牌ないですからね。ないでした。どうするんですかね。そして柴田さんが困っております。非常に困っているんじゃないでしょうか。何でしょう。ちょっとうん、そっかそっか。親もいるし、あの翔ちゃんの仕掛けの後なんか強い手牌の人がいないんですね。だから柴田君も親だけ見て手牌残してたら違うとこからリーチって来られて親ってなってるって感じですよね。自宅はない手牌で何を切ればいいんでしょうか。いや何にもないね。何もないです。パーピンやむなしですよ、うん。じゃあこれで数万。数万は打たないと思うんですよね。だからね。チュンチュン。チュンチュンでした。なんかここで数万勝負するのはイーマンポンからのね、はい、戦術的にずれてる気がするので。はい。これでチュンを切ることができた柴田。はい、うん、でこのケースで。リーチってくることは間違いなく本手だよねっていう局面を作ったわけですから翔ちゃんが自分でね、はい、なのにそこに数万をぶつける行為は意味がわからないってことですよね、どうでしょうか。再度テンパイ入るでしょうか。入りませんでした。おつもは残っていません現状では、はい、山田もテンパイ入りました。パーマン切ると関数マンテンパイ、パーマン全然無数字ですが切っていきました。ローマンポン、テンパイです。数万短期、あれヒロさんもう一回回ってくるのやめてよみたいな。いらんよ、やめなさいよみたいな、ね、いけそうですか。ワンチャンス、いや普通はいけないけどパーマンよりはだいぶ切りやすそうですけどね。はい、先ほどはパーマン勝負、次は配定がつきます。ただこう配定なんだね、はい、イーハンアップです。どっちもある。行った。パーマン行ってパーソン申し切りました。白鳥、山田、瀬戸熊の3人転敗。状況をガラリと変えた白鳥のイーマンのポン、柴田はどう思うでしょうか。柴田君だけが超絶被害こもりました。はい、悔しいです。でも一番手かっこよかったら柴田君だもんね。よかったです、はい、チューン持ってこさせられて ね非常に悔しい。すごいね、あのイーマンポンから連チャンしましたよ。本当ですよ。結果も良好ってことですよ ね、ま、ただメンバー的にね、どっちかというとスピード合わせしてくれるメンバーではないので、はい、あ、そういうのも考慮されてるんですかね、うん、このメンバーでやる分には期待値プラスには俺はならないと思うんですけどね、はいはい、ただあの翔ちゃんの戦術の中ではプラスになると思ってやったってことですから、まあ、結果は分かんないからね。この後どうなってくるんでしょう、うん、だってヒロとか瀬戸熊さんとかね、瀬戸熊さんのあの手をチーって言ってくれるタイプの人じゃないんでね。感じませんね、そこは人が違えば全然ありますけどね、うん、だからあれも本当にポンって言ってなければ大体なんか、まあ、親は流れてるよね、多分ね、失点になり得るような局面でしたけども、うん、だから白鳥さんからすれば得しかなかったポンですよね、はい、うまいもんだよね、はい、観察数引きました、うん、山田リアンシャンテ。だってああいうのはさ、あの頭で分かってても公式戦では使える戦術じゃないので、やっぱり自分の中である程度試してみて、はい、計算して計算が成り立ってようやく使える戦術なので、はい、たまに練習とかでやってみて
うん、うまくいって気持ちいいとかありますけど、ね、うまくいくケースの方が多かったってことでしょうから練習とかでやってね、はい、藤崎さんもああいうのは何回何度もやってきたことはあるんですか、今までの戦いで。いやありますね、はい、もちろんねあるんだけど、公式戦とかプロ相手にあんまり やることではないので、アマチュアの人とやると大体無視されるんでね、基本的にああいうのは、ね、見てくれなかったりするんでね見て山田がどんどんです。おピンズが余計にはなっていきますが、はい、全員に無視されたらただの損でしかないんで、ね、はい、あれはね、はい、見てもらって初めてっていうのが多いですもん ね、はい、にゃんめんにゃんめんイシャンテン、これでテンパイです。ローソンの方を聞いていきました、うん、サブローマンテンパイ、急走が親の現物ってことですか。はい、柴田もいいシャンテン中、両面に変わって、ね、まあ念のためどうでしょうね、ヒロもあのテンパイ両面のテンパイ入れちゃったら親にリーチって言われてももう降りるタイプではないので、ね、はい、結構行くイメージがあります ねなので親の安全パイとかもう関係ないような気はしないでもないですけど、はい、瀬戸熊もいいシャンテンでポンテン取れます。今回はポンしそうですかね、まあ、ひどいね結構今日は辛いな。ローマンの宝珠山田の上がりドンドラ1となりました。2戦の3本場大して勝負してるわけではないんだけどね、はい、ある程度形にはなってるから手なりでいってるだけなんですけどね、こういうのが一番辛い展開なんですかね。そうですよね、うん、あの勝負して負けるのはしょうがないですけど、まだあの、はい、勝負の舞台に上がってませんからね、勝負の舞台に上がる前に論って言われてる形ですからね、良くないですよね。もうなかなかやめろというのもね、難しい話でも、まあ、あれ全部やめてたら勝てないよね、はい、やっぱりね手形も結構整ってましたから、はいね、しかも論って言われて毎回8000って言われるわけではないですから、1000点って言われることもいっぱいあるでしょうしね、はい、今回は2000点ドラ引きしあたりゼロメンツ現在2曲に入りました。山田はツイッターで眉毛パイセン、カエル、王子に稽古をしてもらって調整は万全ですと書いていたんですが、誰のことなんですかね。誰でしょうね眉毛パイセン、岡田茂プロでしょうかね。はい、しげるは年は上ですけどね。おお、先輩なのはヒロの方が先輩ですからね。あ、じゃあ違いますね。いやでも眉毛先輩って多分しげるのことなんか気しますけどね。はい、しげるさんのイメージがありますけど、あとはカエル王子、わかりませんね。カエルと王子は王子ってイメージ本田くんですけどね、はい、あまりお二人が絡みがあるのがイメージなかったですけど。イメージないですね。はい、カエルは誰？ちょっと言いづらいですね。なんか違った場合がね、申し訳ないですから。カエルはちょっと分かんないね。さあ山田がもういいシャンテン一通の可能性もあります。瀬戸熊さんもすごいとこ引いたね。また二人の勝負になるんでしょうか。これで安定してドラドラ使えるのが確定した感じですからね。瀬戸熊ドラドラ。白鳥ドラ1でもペンチ万引き。みんな手が伸びてるんだけど、はいはい、あの人は誰ですか、柴田様。ああでもね、今回はかなり安全度をキープしながら進行してるので、報じはなさそうでしょうか。一人なら大丈夫そうですね。はい、ドラとか引いちゃうと一気にやる気にはなっちゃいますけど。ああでもいいんじゃないですか、こういう9万切りとかもね。白は泣いていません、うん、2枚目どうでしょう。2枚目は泣くと思うんですけど、泣きますね。さすがに安全牌3枚抱えてますからね、はい、あれで吐く泣かないで5枚安全牌にしちゃうと降りる人ですね、一生出っ張らないってそこまで怖がる必要はないと。でもこれもしょうがないよね、強気に攻めてる時であれば必ず捕まえるペンチーマンですけど、はい、今その状況じゃないんでね。でもなんかこういうのもどんどん不安の一つになってきて。なりますね、もちろんね、はい、いやいやいや一巡前に来いやって感じですなんだよってなります。なんで9番来た瞬間にみたいな、ね、よくありますよね、苦しい展開だと。だから、ね、本当にあの固く言ってガチャガチャやっても OK なスタイルの人であれば、はい、
吐くからじゃなくてわざと吐くバックで泣いていくんですよね。ああ、チーから始まるとかってことですか。そうで最後吐くバックにしとけばリーチに対応しやすいので、あ、降りれる可能性もあるし、そういうのって有効なやっぱ戦い方の一つなんですかね。あ、昔ね、あのトンプ戦メインでやってた時はよく自分もやってました ね、わざと1枚目スルーしてからあの違うとこから泣き始まるみたいな。確かに安全度も考慮されるし、まあ、ただ上がり率は相当落ちますけどね、はいはい、お仕事もタイプ的にはそういうのをする場面もありますけど、ただ今はそれもやらないくらい状況悪そうな気はしますけどもね、はい、そして山田が闇亭に構えて役なしとなっています、はい、まあ、手代わりはいろいろありましたね、うん、親ということでリーチも選択肢の一つにはあったんでしょうか。あると思いますけどもね。だってこれを闇亭張るっていうのは相当強いよね。はい、カウソでちょっと弱気になれば足止めに行きたいもんね。行きたくなります、うん、ただ数層引きとローマン引きがあまりにでかいですもんね。上がるという意味ではもう一工夫二工夫欲しくなりますが、でさすがにあ、これで四五郎に変化は打点が十分、うん、これ上がったらすごいよね。さすがな感じで、いや危ない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 よ、危ない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 、嘘は補充杯、ただ急走振り点なんでね、はい、引きようによってはパーソン入りになるはずなんで助かるかどうかギリギリはですね、ギリギリな線ですね。コロチもありますからね、うん、あと危ない選手いるでしょうか。運送が手の内で3枚使われているため山にはもうありませんでした。あ、これチーじゃないですか、うん、助かりましたね。出ません。しかも天敗追いつきました。カンローピン、マッチ的に瀬戸熊が優秀になったでしょうか。ローピンが残り山に2枚、柴田さんはどうするの。降りるっていう選択肢もありますよね。降りるって選択肢しかないような気がするんですけど、はい、僕にはね2人には1品が現物、ただ白使うと二巡で終わっちゃうんで白使わないように、他のがいいな。あ、ただ1品が全員に大丈夫だから白使っちゃってもいいですか。何使います。白使いましたね、うん、そうね。白鳥さんもまだ行くかどうかで行っております。チーソー切り、まあ、一応官労装置なんでね、はい、チーソーで当たると食い伸ばしみたいな形なので比較的切りやすいですか。現在は2人転敗、山田は闇手に構えていますが、うん、迫力はどうでしょうか。勘チーピン入ると転敗、リーチまで行きました。一数万今が場に1枚しか見えていませんでした。これはでもね、はい、瀬戸駒さんは展開良しですよね。これ柴田さん嘘を打つことはなさそうですか。まずは瀬戸駒が選択が入ったところです。いやあるね、あるある白使っちゃいましたからね。まずいいピンがあるんですけどね、はい、ああ数万を打ち抜きました。数万かチーマンか、数万の方白鳥の上がりリーチドラ2600です。打ち切ったね、はい、これ数万とチーマンって大差はなかったんですかね。ただチーマンだと役経験になっちゃうんでね。あ、全然違いますね自分にとってはならば数万で、ただ展開悪ければね、はい、あのリーチの来るタイミングと引く場合によっては嘘放銃になってるんで、はい、7700の補充に比べればって感じですか。2600で、まあ、本人それは気づかないですけどね、ちょっとどうだったのかなって思いながら次局に、いや本人は微妙でしょう多分ね、あの泣いてテンパ入れてそれに補充したわけですから、はい、すぐ気にされますね。どっちかっていうと瀬戸駒さんが一番ね嫌う補充にはなってますので、親番を迎えましたが、うん、持ち点は259、トラウマ泣いたら降りない系の人なんですかね。ちょっとチームが違うような気がしますけどもね今の包囲様、包囲様がね山田プロもどっちかというと泣いたら降りないイメージがあります。そうですね、はい、まあ、あの瀬戸駒さんもどっちかというとそっちですよね、はい、
まあ、降りるなら泣くなっていう方が強いですかね。そう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 。メンツ形は白鳥でしょうか。ただ山田も2メンツ、あ、3メンツあるんですね、うん、もう一緒に点瀬戸熊、はい、レンちゃんは厳しいんでしょうか、うん、レンちゃん払い。ただ上がりにはなんなかったけど、やっぱり今のね、はい、ヒロの打ち方が、山田プロの打ち方がもう見事ですよね。はい、闇手に構えてからの、うん、もちろんあのリーチをしないことによってこういう展開になることの方が多いんですよ、はい、当然ね、はい、所詮ドラ数層のカンウソ待ちなんでいい待ちではないんでね、はい、あの手代わりして役がつきましたけど、上がれる確率でいけばそんな高くないので、リーチって言っちゃった方がね、連チャンできる可能性ワット的に上がるんですけど、それを分かっててもあの上がりに行ったわけですからね、ああいうの強いですよね。だから逆にああいうのはもう本当に強気のリーチせずですよね、はい、抑え込みたくなりますけどね、うん、リーチする方が多分ちょっと弱気だと思うんでね、ああいうのはね。柴田も手が徐々に進んできました、はい、イーシャンテン、白鳥もイーシャンテン、三者がイーシャンテンです。これは一通を見た一打でしょうか。うん、そうですね、そうだね、はい、ドラか一通かですか。ドラはウーマン、ウーマン残り2枚、はい、おテンパイは間に合うかちょっと待ち返したい。柴田の上がりはあるか。もういつ2人からリーチかかってきてもおかしくない、ね、はい、怖いです。現在役なし、来たか、まだです。今リーチかかったらもうあの3万打てないからね、無理だよね。2万リャンマンいけそうですか。あ、これで一寸ちそうです。リーチまで、やめて、これだと上がれるのはすっちそうだけですね。言いそうはダメです、連敗だけど。取らないも有力ですか。取らない方が有力だと思うんですけどね。はい、失礼しました。山田は取っての闇天でした。ちょっと意外ではありましたが、こっからの なんだろうね、はい、ドラ周りが弱いって読まない限りは打たないね、あの馬ね、うん、ドラの馬を打ってまで取る価値のある役なし天敗ではないのでね、はいはい、柴田が上がりとなります。一寸地層の数層で白鳥から上がりピンフ先手です、はい。ここも一つ山田の選択が気になる一曲でした、うん、で柴田君もいいんじゃないですか、はい、あの折れてる感じがしないんでね、はい、あれ気持ち折れてる人はリーチって言いますからね。私言っちゃいそうです。だって言いそう打たれたら嫌ですからね、はい、もういやリーチってあれもね、これも闇天の方が多分強気の選択ですよね。おーおーおー、さっきと同じような。そうですね、だって言いそう打たれてリーチって言われたら嫌じゃん。はい、もうその後も戦えないですもん、ね、はい、ほら言いそう、おらららら、またもいい形、はい、いいシャンテン。でもあれも藤崎さんをやめてんですもんね、一寸地層。そう、キャラ的にね、はい、僕の場合強気じゃなくてあのキャラ的な話なんで。あ、そうなんですか、はい。じゃ気持ちではリーチ行きたいなとか思ったりするんですか。あのついてない時はね、リーチって言っちゃいたいなって思いますけどね、はい、ただちょっと楽にはなりますもんね。そう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 、もうリーチっていうことで、ただね、一応あの自分のあのスタイルで応援してくれてる人もいるんでね、はい、やっぱね、なんかファンの人に申し訳ないなみたいなんで、そこは弱気なリーチは打てないですね。あの強気なリーチを打つ時はありますけど、それはよく見ます。はい、弱気になってのリーチはあの、まあ、打ちますよ当然ね、はい、あの親で連チャン狙いで上がれる気全くしないけどリーチって言っとけみたいな時はもちろんあるんですけど、まあ、極力ね。連敗ですが、これもまたこれは天敗取っての三色手代わりとかあるんですか。これは崩しますね多分。ちょっと難しいですが、はい、ヤンピン入りドラがなければね、ウーマン来て一旦天敗取るかもしれないですけど、はい、ドラ1がピンクドラ1十分なんでね、はい、なら後継を作りに行くんじゃないですか。
これって一発裏ありでも一緒ですか？一緒じゃないですかね、はい、というか一発裏取らありの方がテンパイ取りづらくないですか？取らずにやはり後期を目指して、ね、なんか主流でね、はい、あの人によってはドラ1先生は全部リーチだっていう人もいますけども、ね、ダンパス入りましたリーチ、こういうのギャンソ、この展開になった時ペンサンピンでリーチしてると怖いよね、はい、ね、一発裏ありだとどんどん攻め込みありますから ね、赤があって、なんせ一発裏ドラあるの自分だけじゃないですからね、はい、みんなに敵もありますからね、一発裏ドラねガローマが入りました、くっつきの形、いや柴田攻め込みたいですね今局は。まあただヒロにパソプンって言われてますからね、うんうん、キューピンも知らん入る余地はないんでしょうか、あたかも安全牌を切るかのようにパーソをキューピンって打たれてますからね、これはどうすればいいんですか、これはどうするの、はあ、難しい、頭使うな、これは嘘を切ってリーチで嫌な気するね、はい、これでも当たりでした、あそっか当たるんだね、残念です、うん、リーチ1300、これって、うん、スーピンをもう切る、考え思考がないからリーチ、ね、そうですね、はい、スーピン切ってもいいと思ってる人は嘘を一旦切ってやめてるんでしょうから、はい、チーピンにくっつくとね、メンタンピンとかで、はい、あれになりますからね、白鳥の上がり値でした、まあ、1300でしたからね、うん、まだよしと、うん、切らなくてもいいスーピンをね、はい、切る気にはならないよねあの形、ね、なれないです ね、なかなか切んなきゃいけないスーピンだったら目つぶって切るかもしれないですけどね、あれが調子いいとどうなんですか、それでも一緒、それでも一緒じゃないですか ね、あの E ピン自体はよく見えると思うんでね、はい、はい、じゃあ追っかけリーチで、ただ E ピンで打点が不服なだけでね、はい、なんかでもチーピン来ただけちょっとなんかね感触がね、うん、よくなりますよ ね、白鳥弱い番もういいシャンテンで、ウーソゼロンって言われたら点数払いたくないよね、はい、嫌ですみたいな、瀬戸熊が想像の方一模様です、シャアが手の内断固でした、柴田は白が重なったところ、いやーまた難しいね、ドラドラだもんねドラドラだからこそ難しいね、いやドラドラじゃなかったら当然泣かない手なんだけど、はい、ドラドラだからね、泣くても出てきたからね、どうしましょうか、こうなるともう嘘3品触るんですか、その方が無難だと思うんだけど、やっぱこうなるよね、なっちゃいますね、うん、まあ違う色に横伸びしてもいいなって思いますもんね、うん、ただね、はい、あのまっすぐ本一やってるふりしてる方がよっぽどあの受けには強いですからね、自敗残りますから、ああなると9万、はい、これで1通が見えてきます、先に固定していきました、パーピン切り、ローピン3枚切ってる人いるもんね、はい、瀬戸熊がローピンを並べております全部つも切りですかね、2枚目3枚目は、ピンチピンずるいよね、はい、かなり良好に見えるでしょうか、先に引きましたピーチ、リーチ1通確定です、うん、2万すぐに持ってきた山田、ただこれはちょっと違うね、ペンチーピン残っていいんだよと、はい、フィニッシュにしたいんだよ、マンズの2冠どっちか引こうよいやマンズが2面になってればペンチーピン嬉しいですけど、はい、でもこれは闇点にはしづらいですか、やっぱり出上がり打点の関係じゃないですかね、はい、3900と7700、よく白鳥さん解説とかでもね、あの打点の上昇率って言葉よく使いますから、はい、カンリャンマン、はい、まあこのケアされるリャンマンではありますかね、馬切りリーチですと、うん、もちろんそうですね、でリャンマンがいい理由がどこにもないですからね、リャンマン山山では根拠がありますが、まあ、実際山さんだったのもね、広が一発で掴んだんで、はい、そうです、これで1枚になります、はい、ただね、川を見てもマンゼの下切ってる人誰もいないので、いい理由はどこにもないですからね、わかりませんよね、柴田が嘘を縦に重ねて、ここは
どう攻め込めばいいんでしょう。行きたくなるとリャンマンだねこれ。危ない。白の統一に手をかけました。今リャンマン大いにありましたね。我慢したね。なんかチートイドロドラムとかあるからね、はい、リャンマン切りたいですけど。行きたくなっちゃいます。さあ当たり牌にくっついたイーマン。ただチーピンすら打たないってことは馬抜くのかな。チーピン、馬チーピン切るのかな。ヤンマン切りはないですね。切るならチーピンの方から切るでしょうから。山田の選択はいかに。いやなくはないか。一応足りてるもんね。ヤンマン3つだと思えばヤンマンもなくはないですね。チーピンワンチャンス。これチーピン当たることって結構ありますか。まあタイプ的には人によりますけどね、うん、白鳥さんはあの打点というよりもどちらかというと、まあ、打点ももちろん気にするんだけど、あの街がいい街に見えるとかそういうのを意識するタイプじゃないですか。はい。まあなんでね、ワンチャンチーピン短期とかまでゼロじゃないみたいなね。チーピンは入り目。アンローソ入ってしまったイーシャンテンです。来たんじゃないですか柴田さん。ペン3枚引いたからね。はい、一寸ピンとサブロスを引けば完成。一寸ピンサブロスを結構残ってますよ一寸ピン。うん、山あと、あ、山なくなったんだ。山なくなっちゃったです。山田がもう一枚引いて追いつけば負けなし。はい、ここで何を選ぶか。さあどうだ、広がりました。山田プロ手詰まっちゃったら統一になるが危ないもんね。あー、リャンマンがですか。もう1枚取れば2枚取りますからね、はい、手詰まると危ないですよね。まだ順命的にはありえます、うん、もちろんリャンマンが読み筋から消えてるわけではないんだけど、テンパイ、まあ、リーチでいければ大丈夫。行きましたサブロッソ。これでリャンマン出づらいからね相当に。0対どうだ。酸素はないですが論争があるでしょうか。2枚。あ、広いなし。あ、どうなります。全敗。え、うわ、リャンマンもゼロ、ゼロではないですね。ローピン3枚目。何が通るんでしょうか。追っかけリーチは柴田高そう。うん、柴田君の方に本当に嫌だと思ってチーマンとかあるかもしれない、ね、ありますね。ただ虎表示牌なんで白鳥さんのリーチには嫌ですよね。はい、ペンチーマンとかね、めっちゃ嫌だもんね。チーソーを選びました。チーソー、チーソーを選びました。なんすか、タイニム筋なんすか。チーソー、わかりません。どういうことですか。一つ山がこぼれてしまいました。チーソーってすごいね。チーソーってどうやったらこう出される牌なんでしょうか。ローソーが早い白鳥。そうね、もう翔ちゃんの方にだけ打たないようにですね、はい、あ、ビデオチェック入るかな。大丈夫でした。うん、大丈夫でした。はい、あ、チーピン通った。あ、山田が一つ通ります。ウーピンも通った。じゃあ大丈夫。大丈夫ですね。そうですかね。あとは柴田がローソー、ラストローソー1枚引けるか。白鳥宝珠はないか。スーソー切ってリーチだろ、つもなもん、ね、ウッパソーパーマンね。はい、それも選択としてはありましたかね。ただパーソー3切れだからないんだね。あ、そっかそっか、強制なんだねサブロソーは。じゃあ厳しいですねこれ捉えるのは。うん、4枚目のパーソーわざわざ狙わないもんね。はい、つもあと1回ずつ。何枚あるのサブロソー。ロソー1枚です。酸素0です。で、リャンマンもゼロ。1枚だけ。はい、決着つかず。竜玉です。これが入って、竜玉2人転敗でした。いや、ただ山田プロのチーソーがすごいね。はい、何だったんでしょうか。すごい選択でしたね。
ね、あれでまだイーソー通ってればまだ意味わかるんですか、あの柴田君にね、はい、イーソーが切れてるんならまああいつは統一じゃないけど1枚通れば2枚通るの理屈が通るんですけど、イーソーも通ってないんで、チーソー切ったからって次スーソー切れるわけではないんでねどれも嫌な牌でしたけども、なかなかチーソーは出てこないですよね、頭から。だから当たり牌の筋のウーマン、あ、リャンマンも入り目のチーピンも打たなかったわけですから、はい、それでチーソーを選んだんでしょう、すごいよね。すごいです、見事なもんですね、はい、通りました、ちょっと俺にはわからない俺これだけは打たないみたいな牌になっちゃいそうでしたけど ね俺リャンマン打ちそうだもんな、あの統一になった時点でね、はいはい、1枚取れば2枚取るからいいやつ、リャンマン当たり牌、はい、内局一本馬の供託二本です。一メンツ続いて山田ダブなんですね、統一でありました、はい、瀬戸熊の元に難が一枚、はい、順が統一の瀬戸熊、若干ちゃんたまで見れますか山田プロはね、はい、その場合はウーマンと払っていく未来ですね、うん、これでどうでしょう。いやむずいね。今の。ああ二万ですか。二枚見えでした。ちゃんとは全く見なかった。ああでも二枚切れてるってことですか。え。二枚切れ。はい。こちら白鳥はまだ重たいですが、泣きも考慮するとどうなんでしょう。まあ白鳥プロはどっからでも行くかもしれないですね。はい。ペイとハツが統一、ドラのチーピンが3枚山だね、あららら、ら瀬戸駒がまだ1枚持ってるだけ、うん、山田もチーピンピュッと引く可能性が大いにあります。白鳥もピンズが伸びるか、ここはまだ自敗、こちら山田管理アムを引いて、あ、もう払っちゃいましたね、うん、山田さん結構ここら辺のね、タツは嫌いますよね。多分何のみで十分ってことですか。はい。キョッタカーですね、日本の。そうでした。ね、日本落ちてました。2000は2300ですから、ね、結構落ちてますよ。翔ちゃんとやってる時にね、はい、自分を親番でキョッタカー置いてあると隠したくなるもんね、なんかね。すぐ終わらせられちゃうって思いますよ ね。めっちゃスピード上がりそうだって。ウーマントイズほぐしていくのか、あーちゃんと見ましたね、はい、でいいピンリャンピン持ってくるとね、手なりでちゃんとになる可能性ありますから、そういった変化は見込めますが、いや無理に狙うちゃんとじゃなくて手なりでできる可能性あるなら逃しちゃダメだよねっていう打ち方ですよね。こちらです、ウーマンなんかトイズで瀬戸熊と柴田が1枚ずつ、瀬戸熊さんは手進んできて打つかもしれないですけどね、はい、柴田君はだいぶこの曲は引き気味に打ってたんだけど、やっぱ中途半端に手が伸びてくるからね、コロチーとかに伸びてくるとまたそうで中途半端に打たされてね、これですよね、これですよね、ちょっと行く気なくしてきますか、はい、でもこれで何を打たれない、白鳥がポンを入れました、ペンポン、お高でだもんね、はい、白は安全牌、これ流派と何掴んでるから無理じゃないですか、無理ですね、結構厳しいですね、降りる牌は、まあ、ロースを合わせるなどなどありましたが、うん、急ぎり、ただ急そうだとまだちょっと行く気あんのかな、2人の安全牌だもんね、どうなんでしょう、あの白鳥さん以外のね、柴田のこの後の手順は、うん、ロソ一応重なった時にスワンコとかになるを逃さないようには打ってますよね、はい、こういうのってパーピンチとかはやっぱりないんですか、山田さん、もうこの状況になったならば、どうなんでしょうね、なくはないですけどちょっといじっぱりすぎですよね、はい、なくはないですけどね、ピンチはせずでした。
柴田もべったりと受けるか。いや今日はきつそうだね柴田さんね。うん、こういってどうやって回復が本当こういうのはすればいいんですかね。まあ人によりますよね。自力で切り開いていくタイプの人もいれば、はい、我慢してねっていう人もいますから。柴田はどっちの方にイメージがありますか。まあこの麻雀見てる限りは我慢する方を選んでるような気がしますね。お母さんその白鳥天杯、うん、三差の三色です。こういう状況になった時にね積極的に仕掛け使ってねなんとか自力で打開していこうってタイプの人もいるしどっちもいますよね。今はねそういった局面は見受けられませんね。結構手を作ってぶつけていくっていうそれを繰り返している状況でしょうか。うん、危ない、降りても危ない、なんということでしょう。わ打ちたくない。発願行になると町を変えることはできます。ウーマン三切れこれは町変えそうですけどね。あただ教託欲しければ換算座の方がよく見える。乱走短期最終手足がスーソーに変わりました、うん、これは最終、はい、最後まで安全に天杯取り切ろうっていう仕方ですね。短期でコロコロ、そうですね。ドラとか引いてきてももう打たなくても、あー乱走間に合う、乱走天杯。あ山田は、いやさすがにカンパーピンでしょ。これはチーピン打てないと思うんだけどな。チーピン切るとおーすごい、もうすごい山田のこのドラ切り、乱走頭キューピンと乱走のシャンパー待ち、乱走頭跳ねだけど、はい、柴田さん大丈夫ですか。何を切るですか。いや何切っても当たんないですよね。当たんないですね。嘘切るほどはないんですね。はい、リャンソーが間に合ってる白鳥はリャンソー打つと宝珠です。でリャンソーあんまりないですからね。ないです。白鳥いつもあと1回、ウーソーが1枚キューピンが1枚ですか。キューピンも山にありました。瀬戸駒もリャンソー待ち。あー柴田さんいいシャンテリアになりましたが、ローマ切り行けました、はい、耐え抜きました。これ山田さんがキューピン切ってたら、はい、チーピン打たなくて白鳥さんのリャンソー切りとかで、そうでしょうね、瀬戸駒さんの上がり、さすがにチーピンは切らないでしょうからね。なってますもんね。チーピン切るぐらいだったら流派切って換算座のままは行きたいもんね。はい、三人先輩入局です。あの今のね柴田君三蔵を打たず見事なんだけど、見事でしたよ。見事なんだけど結局一人の点で連れて行かれるんだもんね。これどうしようもない、ね、結局失点も免れない、ね、山田プロがねちょっと弱気に打ってくれればまた展開変わったんですけど ね、あそこでファイトをされてしまうとなかなか厳しいものです。これはきつすぎるね展開いくらなんでもね、はい、ああまた手がいい、我慢のしどころですか。はい、まあただねあの先輩面するわけじゃないですけど一言言わせてもらうと苦しんで A1 まで上がってきてください、はいね、そうですね、はい、元でも触れてたように、ね、いろいろなねあのその方が法王へのね近道だったりするんでね、いろんな経験を重ねて、うん、一つだってあの A リーグに上がってからはすごい勢いでしたけど、あれも B リーグ6年だか7年いましたからね。誰がですか。石田と思う。ああ石田さんですね、はい、B リーグでめっちゃ苦労しましたから、はい、その苦労があった分ね、あの A1 に上がってから A リーグに上がってから苦労しなかったっていう感じですから、連覇もしてと、うん、確かにいろんな波に揉まれてまた石田さんも戦い方はちょっと変わって、ねあいつだいぶちっちゃくなったよね、マージャン。いやいや、そんなこと。あ、そうですか。あの、久田の魅力はファンの人どうなのか分かんないけどね、はい、うちらから見ると、あの、俺には絶対取れない上がりを強引にもぎ取るとこが魅力でしたけど、うん、今本当にバランスがすごいもんね。はい。こう攻め屋じゃないもんね、今ね、マージャンがね。本当、昔はそれいけるのっていうね、かっこいい上がりがもう。ね。
魅力的でしたよね。自分には絶対取れない上がりを取るとこがね、久保の魅力かなと思ってましたけど、まあね。もう天敗、はい、ジュントペイのシャンポン待ちで4センチですこれ役割と役割だもんな。トイトイは完成です。出づらいですか、ジュンペイ。あの目に見えてトイトイで、しかも今ドラ切ったのでドラないのが確定しましたので、はい、うん、柴田君のスタイル、トイトイのみの2600で、はい、サンフードしてこないでしょ、はいじゃあもう役割しかないよね、町さんは。じゃあ結構打てる範囲も多いってことです ね, ね、逆を言えば、逆を言えばね。いやこれで例えばさ、三蔵とかでロンとか言われて一歩間違ったら問いといの2000点ですよ。あ、全然いいですね、じゃあいいですよってなります。あのそういうタイプじゃないじゃない、はい、あのね、教託欲しさに問いといで出ていく人あんまり見たことないので、はい、白鳥さんはこの形だと白勝負のいっぱい勝負はするんじゃないですか、だからここにチュンとかペイとか持ってきちゃったらどうするのって感じですよね。瀬戸熊さんはお休みの局面になりますかね。これはだっていっぱいありすぎますからね。ありすぎました。あれ全部着なきゃないわ、さすがに無理です。厳しいです。白鳥はもう両面両面のいいシャンテン、で白鳥さんは掴んでないんだもんね。ペントちゃん掴んでません。山田もいいシャンテンで、ヒロはペンサンザのところがあまりネックなんで、やっぱりあの厄介は打たないと思いますね。そこがネックが解消されれば一気に勝負に踏み込みそうです、うん、だから白鳥さんみたいにね、両面両面の光景になってればいっぱい勝負はあるかもしれないですけどね。ここで今白を打つか考えてるんですか。ここで打つはないですね。なんですかね、今考えてる思考としては、あ、9万ポンされてる。ああ、そっかそっか。で9万が4枚見えていました。なるほど、そうね、9番がないんだね、もうね。ありませんでしたね。ではチーマンとか、ただローマンも逃したくないってことですよね。なるほど。だから今6球そう引けばおそらくチーマン切りのリーチですよね。はい、白を勝負していく構えで、まあ、もう勝負しましたからね。はい、22788となりました。親が来ております。ただ白通ったでしょ。通りましたよ。難が通ってるでしょ。通りましたよあと3種類だもんねはい、丸ちょっと透けてますかね、もうね、ペイリュウチュンだもんね。はい、まあ、あ、厄介と厄介のシャンポンとはもちろん限らないですけどね。例えばチュンとなんかのシャンポンとかもゼロではないですけど、 ありますね一応。だから3種類まではショーちゃん勝負あるかもしれないですね、はい。2種類になったらもう絶対無理でしょいくら白鳥さんでもね。あ、テンパ入れましたね。テンパイロマの方引いてリーチでした。ロキソー両面のリーチです。もう折りようがないんで、柴田君も 目使ってつぶってやるしかないんですけどね、はい、だって2枚いるんだけど勝てる気しないもんね、今日の柴田君見てるとね、はい、パピン現物勝てるイメージ全くわからないよね。全くありません。中ペン一応ありますけどね。2枚もいるんですよ。2枚も、あ、でもここに来ちゃった。もう6球層が大いにあります。捨て牌で2枚。手の内で1枚。5山。5対1。はぁ、でも打点が、まあまあまあ2000点。これで9層1枚なくなる。4対1。両面対純ペンシャンポン、純ペンシャンポンです、はい。まあ、こういうの間違って勝てれば一気にね、ムード変わるんですけどね、はい、なかなか勝てる気がしないね。さすがに厳しいでしょうか。6球層がありすぎる。勝ったら一気に変わるかもしれないですけどね。はい、トイトイ役牌変えられるか。柴田ならば逆転の柴田という意味を持っております。苦しい展開からも変えていく力はあります。お、流局も見えてきましたよ。
でしょうか。これは当たり牌と当たり牌ですかね。どっちか切ないと天パンないですからね。厳しいです。一応イーシャンテン取っといたって感じですか。はい、相手は相手もずれていくんですかね。相手ずらさんありますか。相手山田電波入れました。どっちか勝負は。どっちもアウトですけど、チュン切ることだけはないんで、急走勝負するかどうかですね。そうすると白鳥に補充、安全牌はあります。先ほどは勝負して電波を取っていった局面がありました。パーソーワンチャンス、うわ勝負あるね。急走、あ、ローソーの方ですか。ローソー一応柴田君にもゲームですもんね。あ、そうですね。ローソーで打って高いケース、うわ当たり牌は切らない。やめました。今局はやめる山田。え、すごくないですか。なんか研ぎ澄まされてますね。さっきのチーソーといい、当たり牌じゃない時はね、はい、むちゃくちゃの牌2枚ぐらい押して天牌取った時もあれば。この方は何ですかすごいですね。ワンチャンスのローソー6球層すら打たないで天牌取らないとかね。なんか攻め屋のヒロが今日は受けで見せてるね。はい、いやすごいね。受けも十分の山田です。大天パ流行となりました。好きそう。こういうハイパイハクハクなんなん今日宅は3本をしめしめ3本場しかもドラマで両目に組み込んでね、はい、やりたい、どっからでも泣きたい放題ですね。え、白鳥にとって大好きな手配でしょうか。まあ、全部見えてる僕らからするとね、まあ、柴田君打たなくてよかったよねっていう感じなんですけど、本人はそういうわけにもいかないだろうから、あ、展開悪すぎるよね、はい、あの天杯までにどっちか流してもらえてればね、全然可能性あったと思うんですけど、最後あれが残っちゃいましたから ね、なんか普通泣きづらそうな牌バンバン泣けて厄介と厄介のシャンポンが最後まで残るって大体厄介一つ先に泣けそうですけど ね残ってみてよくよく見たら、あれこれ上がれなくねみたいな天杯ですか。実は、うん、早くも天杯何のポンテンです。パピン、スピード感もちょっとありそうですけども、そんなことないですか。本一に見えなければ、本一だと思うとまだヤンシャンテン、イーシャンテンのケースも、うん、うわちょっとすぐに決着がつきました。柴田のパーピン補充です。もう天敗でした。ナンドラ1 2900の3本場となると結構大きいです。山に薄かったんだけどね、はい、ヒロ危ないと思ったらすぐ掴んじゃうもんね。はい、さすがいい仕事しますね、京宅3本もあると。京宅泥棒と呼ばれた男白鳥賞奪ってまいりましたよ。ただね、麻雀って一つのきっかけでガラッと変わる時もあるんでね。ありますよね、うん、よくあるよね。なんかあの3回戦まであんまりにひどくて頑張れとか言ってたら最後爆発してね、応援してたら甲斐がないわみたいな、もういいよもういいよっていうぐらいね上がり始めるっていうね、失敗してこっちが損したわみたいな展開がありますけどね。結構マイナス返済するってのをよく見ますけど、あとなんか急になんか自分が上がれる展開だとあれなんかおかしいなっていうのもありますし、うん、なんかねよくあれ誰かが落ちてったみたいな、はい、ね、誰かなんか思いっきりミスして誰かが自分よりつかなくなったんでしょうみたいなね展開ありますけどね。柴田さんもこのハートの面では結構強い打ち手なんですね。まあ、ここまで見ると強いですよね、でもね、うん、じゃあ気にすることもなさそうですよねまあまあ人間なんでね、はい、気にするのは絶対無理なんですけど、はい、気にしながらどう打ち回していくかですよね、はい、試合が始まる前は風よ吹けと言っておりました。今どんな風が吹いているんでしょう。今ね逆風のかなりの強風が吹いてますからね。結構体力持っていかれながら頑張って前に、ね、進んでいる状況です。
なんですかね、あの100メートル進むのに10分ぐらいかかりそうな、はい、あの強風がね、はい、周りはね追い風でこういい風をもらいながら、ね、こういうのも難しいですね。ただね、チュンとか打てないんだよね、はい、今の状況だとね。いっぱいにはしたくない、そんな気持ちです。さあ山田、盾が見えてきました。瀬戸熊も少し静かな時間が来ております。23,900点、これで柴田君のところね、早めに安全牌持ったまま形決めたいんで、マンズの上かピンズの形がそんなに決まってくれればいいんですけど、まあ、ついてない時の基本形ですよね、はい、引くにしてもサブロッソとかね、あーイースマンが精一杯だよね。ね、ピンズの5から8とマンズの6から9を1枚引いてくれれば形決まるんですけどね。早く決めたいですもう、ね、イースーマンとサブロスを引いた場合にはね、チュンを切るか自分で形決めるかしかないので、どうしましょうか、何が来るか。パーマン、いいんじゃないですか。パーマン、え、チュン打った、打ちましたよ。おお、メインパーにしましたね。ローピンパーピンかと思いましたけど、テンパイです。ナッキもあるのかな。ウッパーピンチーでタンヤオとかもあるのかな。ウッパーピンチーで、あ、じゃあその時は、あ、でもリャンマンドラだもんね。はい、ドラですね。ないですね。あ、チュンより先にね、まあ結局安全牌じゃないからってことですか、チュンがね。まあ確かにポンされました。すで、うん、に今山田がテンパイ、ピーフのテンパイを入れています。一品誰あんこですかみたいな捨て牌になってますね、はい、かなり景色はいいのに一品が見えていないと。一品が3枚見えてるのに一品が1枚も見えてないっていう、誰かがいっぱい持ってる基本形の皮になってますね、はい、実際は白鳥がドイツです。柴田はもう降りちゃうもあるんでしょうか、うん、まだ行きます。ワンチャンスのチーピンぐらいは頑張りましたと。はい、でヒロはローピンをもう引けないと。ローピンがない状況です。それはこのまま行くしかないですか。ドラドラになりました。瀬戸熊上がりを見るならば、これもいろいろありますね、まあ、サブロック予想のどれが切るはずですけど、イーソは2枚見え、チートリの方をメインにリャンズをスースを引いたらメインチートリにも帰ってこれるよって感じですか。ローソー切りを選びます。白鳥も泣ける牌は増えました。スーピンはどうなんですか。スーピンは手の内で1枚使われているだけです。あ、2枚残ってますね。瀬戸熊さんの一品は無理ですね。これ景色いいと思って残すとかはありますか。いや、景色悪いですね、ですね、逆にね。さっき言ってたやつですもんね。誰が盾で持ってるようにしか見えないと思うんで、はい、白鳥射点じゃ危ないですかね。だからチートイの狙い目にだけはならないですね、はい、なんだ、リャンソーっぽいです。これはいいピンじゃないですか。メンツでも一応、いや、急走切れましたもんね。ああ、そこそこチートイに決めてるからリャンゾー切りとかもあるってことです。はい、いいピンでした。いいピンが豊潤、山田の上がり1000点、1000は2200です。そっかそっか、リャンブツオは勝者の間4件だから、テンパってたら相当怖い牌なんだね。ということで一品を選んで様子を見た状況だったんでしょうか、うん、それが報酬に。白鳥の長い親番が終わりまして、山田の親番です。今まで上がりはせずともファインプレー、素晴らしいプレーを見せてきた山田。いや、このハンちゃんはここまで MVP でしょう。はい、あの点数にはなってないですけどね、はい、失点をここまで抑えてますからね聞きたいことたくさんありますね、うん、あら、手配もいいんじゃないでしょうか。イーシャンテンのように感じましたが、どうでしょう、ね、打点をどこに見てるかによってちょっと違いますけど、ナムのポンテンになりそうなくらいの手配でしたよね。ここにナムが1枚、こちらです。打点、あららららリーチあるけど、さすがにダマ
さっきも似たような形はありました。天牌は取りますね。あーリーチ考えてるね。三ピン切ってリーチか、三ピン切って闇天か。ああ天牌取らず。あーリー。三個目の選択でした。ね。これはどういったプラスがあるんですか。この嘘切ると、なんかリーチっていけない天牌はいらないってことですかね。なるほど。あの多分あの論争出て論って言いたくないってことですか。ああそれはありそうですね。あの早すぎて、確かにちょっと、だって普通に考えればね、天牌取っといたって手代わりは大差ないので別に、ね、はい、役割ですしね、うん、これでどちらか選びそうですか。3ピン切りますかね。ドラが急走。あーもう リーチって言いたくてしょうがないってことだ。はい、嘘をチースを嫌っていきました。天牌取らずからの進行です。ドラあんこじゃないですか白鳥さん。本当だ。でそのドラあんこが分かってるかのようにヒロはチースを切るんですね。今日はかなり見えている状況ですが、まあ、見えてるわけではないと思うんですけどね。ただあの振り点ロウソウ引いた時に振り点になるのを嫌っただけだと思う。はい、多分ね、はい、この局面でパッと顔見ただけで、いや急走はこれないっしょとか言われたらびっくりしますから。全然わかりません、その根拠は。はい、でパーソちょっと嫌な感触で切りましたけど、はい、実際6急走はきついもんね。急走は3枚も使われていました。瀬戸熊からも老僧は打たれましたが、また状況変わればね、うん、まあリーチって言われれば絶対打たない、はい、打たれない場合ですから。マンズとピンズのくっつきです。これで、うん、両系でリーチとはなります、うん、リーチナン、サブローマンウーマン、これ曲がったらすごいね。はい、オリジナルですよ。普通の人老僧で2000点上がってるところですよね。上がってそうです、ね、闇点でチーソーチーの発信白鳥、はい、役は何でしょうか。一通ですね。一通ですね、はい、通奏だと一通、うん、でチーソーだと一色手ってことですよね。はい、そしてその通奏をね、上茶でスパッと掴むっていうね。あらららら柴田さんがサブローマンウーマン、はい、あれ面白いね、翔ちゃんの持ってるマンズどっちも微妙に通るんですね。おー、すり抜けてますね。近いんですけども。あーでも柴田君はすごいいっぱい持ってる。ウーマンローマン。ローマンあんこでウーマン2枚。結構薄いんでしょうか。ウーマンが1枚。うわー、スーソー通ると危ない。あらららら。スーソー合わせて。合わせちゃいますよ。合わせますね。はい。スーソーでしょ、ここで。え？いい？白鳥を警戒しているんでしょうか。でも一色手には見えないからね。はい。厄介がないってこと？白髪。うん。あ、ないんだね、厄介がね。七八九もないんでしょうか。七八九か一つしかないってこと？ほほほ。あ、七八九も。パーマンが自分から4枚見えてます。ああじゃあないんだ、うん、ってことは1通しかないってことなんで、1通か1色手しかないから無双で切らないってことですか、はい、ああやめた、やめた。白鳥山田の時間ローソー、ちょっと後ろに下がりました山田。これは柴田くんいいプレー出ましたね、はい、シュッとスーソー合わせてしまうとね、手拍子で切りそうでしたけどね、スーソーね。あとは一人旅になりそうですね。山田にとってはチャンス、ウーマンがない、サブローマンだけ、でも3枚いるね、まだ3万が残り2枚、ローマンが残り1。上がりはあるでしょうか。3万高めだね。あ、3万高め、はい、3万をこうやると
あれ3万までいっちゃった。これで3万が残り1枚。ああ、なんかチート変則値もあるもんね。チートっぽくの可能性もあるよね。ちょっと怖かったんですかね。4枚目でした。急速切ればテンパイだったもんね、今出てますね。あ、本当ですね。2万3万のシャンプー待ちで、お、高め、積もりました。言っていた高めの方、3万ローマ1枚ずつ残っていました。テンパネです。リーチつもなんオリジナル手順決めてきましたね。2000点が7800点になってますからね、はい、2600オールです。いや、ここまで疲労は切れ味抜群ですね、今日はね、はい。やっぱり瀬戸馬さん相手に燃えるものはあるんですかね。ありそうですね、そこは。楽しみにしてたでしょうし ね、 この戦い。しかもヒロスタートが悪くて、5節目に瀬戸馬さんとの対決が決まってたはずなので、はい、なんかね、そこまでプラスでいけないと対瀬戸馬とか言ってる場合じゃないんでね、はい、やっぱね、あのピンクゾーンにいて迎えちゃうと相手が瀬戸熊さんだからとかってやってる場合じゃなくなってくるからそれをきっちりね、プラスに戻してここまで来てますからね。カラシ、ピンズの思いつさ、ここまで仕上げて仕上げて持ってきています。親番中、あ、今も積もって2、6オールですよ。はい、はい、結構来てますね、もうね。じゃあトン1枚目泣かなかったんですか。泣かなかったね。へえ、どうですかこれは。どっちかというと本一の時はね、積極的に動いていくイメージあったんですけど、はい、イメージ変わりました。またイーシャンテン瀬戸熊です。2枚目はさすがになんかイメージ違うね、はい、ちょっとね、はい。2枚目だとまた周りの見え方も変わってきますよね。しかもパーマン、パーマンからの切りなんでちょっと変ですけど、本質っぽく今のところ見えない可能性があるん で、 でたまたまマンズもソーズも持ってないんでね、他にね。いや、こういう風にピンズが切られるケースが増えてくるわけです ね、 ね、はい。いいシャンテン、ただ今ちょっと飛ばしてチーって言ってしまったので、はい、これは本質だね、だいぶしかもあのヒロの打ち筋からいってね、はい。だからまだ微妙かな。次は並び替えました。こちらです。現状イーシャンテン。見なきだとまだ微妙ですね。微妙というのはスピードですか？いや、本一って決めれるかなと思ったけど、相手がね。はい。まだ本一じゃない可能性あるね。白鳥さんの手だとまだピンズ切りそうじゃないですか？まあ、ただヒロの打ち筋からいってピンズも十分あるなっていう感じですよね。となると一旦急走、勝負で3ピンでしょうか、うん。瀬戸熊もこの形天敗ですが、ですがって感じだね。一旦嘘切りますか、ドラス嘘。ただピンズの本位置じゃないと嘘も怖いんだよね、ドラそばで。ああ、そうですね、そうでした、うん。こっちから見てるとピンズの本位置でしたけど、ね、だから気軽に切れる牌では決してないですよね、はい。いや、翔ちゃんはでもピンズの本質だと、かなりピンズの本質だと思って切ってますね。3ピンを大事にね、3ピンだけ抑えるけど数万とか運万とか無視してますからね、はい。そして瀬戸熊手が終わって変則三面ちゃんで闇点です。闇点です。数装引きでかいかもしれないですけど、9万でローンできないの大きい感じですけどね、はい。藤崎さんはこういうのはどう考えるんですか、瀬戸熊さんの手配だと。僕はリーチいきそうですね。今局はリーチなんですね。うん、なんかね、あの疲労を高く評価するからこそ、なんかね、9万打たしちゃいけないと思うから、はい、9万が打たれていく。ただリッチって言えば打たれないでしょうから、リッチって言ってると相当薄いんで危なかったですね。じゃあこの後瀬戸駒さんだとやめる未来があるでしょうね。あ、数層行きました、うん、タイヤをドライチに。まあさすがだよね、この辺はね。
こっからの嬉しい手代わりもありますが、いや何が嬉しいのかな。どうなんでしょう、パーソーとかですか。パーソーウッパーマーだってもう目に見えて薄いですもんね。はい、今キューピン探求に変わりましたか、はい、あれ裾ですって。いや目に見えてピンズなんだけど万が一があるから嫌だね、はい、これはちょっと嫌ないですけど。切っていきました、目立ちます。瀬戸熊もいます。あの相当ピンズですけどね、はい、相当ピンズだけど一応ドラはちょっと話が違うよね。そこにぶつけていった瀬戸熊、キューピン短期の山田、なあ無理です。これは打たないような気するけどな。キューマも打たれたし、チーソの統一に手をかけました。一旦引きました。瀬戸クマ周りからはまだ分かりづらいでしょうか。チーピン切れば天敗、白鳥の選択はどうなんでしょう。うん、一枚勝負は行く価値あるかどうか。ありそうですね。リャンソー3枚しか切れてないもんね。ピンフドラ1です。価値は十分ある。白鳥はチーピン切ってやみて、リーチではないんですね。リーチはしないでしょうね。イスチーピンに手代わり、短期が3面ちゃんへ。一瞬間に合いましたと。次は白鳥も見なくてはいけません。なんだろうね、これはチーマンパーマン、パーマンチーマンかな。パーマンチーマン、ウーピン切ることだけはないですね。ああ、白鳥なら嫌になりましたね。高いケースもなくないですか。なくはないですけどね、はい、ただ自分の目から2枚見えてる。あこれ止まんないでしょ。イスチピン当たり、はい、どちらでも当たり。しかもスーピンの方が大きいのかな。イーピンシャンポン屋ですもんね。自分の目から3ピンワンジャンスですからね。ロンでした。山田の上がりとなります。トン本一です。5800、6100、山田が来てます。キレッキレだもんね。ええ、上がりもキレッキレですし、うん、まあ翔ちゃんも見事でしたけどね。はい、うん、数万。こういう時って瀬戸熊さんはやっぱなんかいろいろ考えてるんですか。この俺がリーチ打ってたらあだったかな、こうだったかな。いやーどうかな、何ですか、ね、少しは考えると思うんですけど、はい、泣きましたよ。どっちかっていうと瀬戸熊さんはタイプ的にね、はい、まあ俺はスタイルであれはリーチしないからしょうがないよねって思うタイプのようには思いますけどもね、はい、ただ一応ね結果は心の中で追いますから当然ね。ペガアンコでした、うん、リーチしてたらどうなってたかなってのは思うでしょうね。はい、あ、キューピン1枚切れたんで3色同行は許してやろうと。あ3色9万のポイント入れてましたから ね。ここにキューピンが重なります。チートイツでしょうか。現状は3トイツ。柴田は1メンツ。柴田くん大変だね、あんだけ調子悪いのにね。翔、はい、ちゃんがまたキレのいい仕掛けを下茶でバンバン入れてくるもんね。こういう時どうすればいいんですか。うん、ケアした方がやっぱいいんでしょうか。いやするんじゃないですかね、はい、あのどっちもあるんですけど、無視する手ももちろんあるんですけど、はい、ただね今日状態が悪くてここまでこれだけ我慢してやってる以上は好き勝手で泣かして上がらせるのは面白くないですよね、うん、あの1000点ですよとか1300ですよって教えてくれれば全部泣かしてもいいですけどね、はい、まだ分かりづらいですもん ね。あのどっちかというと安い仕掛けには見えないですからね、はい、9万ポンの発信からの落ち紛り。今だと手役で終えるのは問いだっまあ、厄介だったり、はい、どっちかですね。虎も見えてませんしね、うん、ちゃんととか本一には見えないですからね。
柴田縦が見えてきましたが、リャンマンでほぐしていきました。さあ白鳥、これでテンパイはカンフーピン、こっからのトイトイ変化があります。うん、急走も泣くでしょうね。泣きそうですね。ちょっと短期は気持ち悪いですけどね。はい、急走は山に残り1枚。柴田も先ほどリャンマン切ったんですよね。今回は C マン。馬はこれでチートイツのイーシャンテン。パソパソはやりすぎですか。いや、なくはないですね。2ピン切りです。チートイツのイーシャンテンには取りました。カンウーピンは山に残り2枚。山田レンちゃんはどうだ。急走が1枚ですか。1枚、これはこれでチート1本でしょうね。はい、まだ2枚残っています。ドラ2枚、2枚です。トルネードチャンス来るかどうか。到来です。どうだ、ドラ2枚。ヒロがハクとかアンコになっちゃったりするとウーピンしか切りようがないんじゃないの。あれペイ切るのかな。今浮いているのはスーマンとペイと、ドラ切ることはないと思うんでね、はい、あの転売しない限りは。転売して切るかどうか微妙ぐらいですからね。チューちゃんパイのスーマン、ツーピン残していきました、はい、これは重なりより守備寄りな数ピンのことでしょうか。そうでしょうね。なおは待ち頃ですからね。ドラ重なった時に何ターン切れましたいからね。 G ピンはつむぎり、自身で切っています。カンウーピンの白鳥、ずっとつむぎりが続いていて周りも警戒度は高まっているでしょうか。もう雰囲気ハクが出てくることはないもんね、はい、柴田くんもこの状況だと。柴田くんは違うのか、ハクはちゃんとだ。もちもちでしたね。ただ柴田くんはね、シャンパン受けになってないんでね。はい、山田くっつきの形ですが、まあ、ペイ引かないんで、で数万ドラにくっつけばペイ勝負するんじゃないですかね。しそうですけどね。あれ掴んだんだね。座っちゃいました。4枚目掴みましたね。なんということだ。出る時に限って当たり牌を持ってきます。カンウーピンの宝珠です。白鳥の上がりはペイ。難しいですね。厄介あんこまでケアするかどうかで、でもあれあの形厄介あんこまでケアしちゃうとベタ折りになっちゃうからね。はい、トイトイにだけ当たらないようにっていうピンでしたよね、うん、もちろんね、厄介までケア、厄介あんこまでケアすればウーパーピンとか危ない筋だったんで ね、 危ないですね。止まるかもしれませんけど、まあ、もうにもちょっと嫌な感じは切ってましたけど、うん、そこまでやってたらベタ折りになっちゃうもんね。はい、行くならばはいでした。まあただあの形だとね、ロンって言われてドラジャン島とかでも死になかったので、まあそうですね、まあまあ1300って言われてついてねえなとは思うけど、まあしょうがないかなって感じですかね。親番もまだ残しています。ラス前まで来ました。2回戦曲数が多い2回戦となっていますね。このハンちゃんは白鳥と山田プロが切れてますね。2人すごかったですよ ね、 すごいね。白鳥もトンバの1曲と2曲からね、かなりの連チャンを重ねてね、あのイーマンポンから連チャンとか意味が分かんないもんね。あれすごかったですね。もう忘れても遠い未来でしたけど、あ、遠い過去でしたけど、ね、この2回戦でしたね。一メンツ、ただね、良い子の皆さんは真似しない方がいいんでね、はい、はい、最初にああいうのは教わらなかったです、ね、はい、ああいうのは本当にね、あの最近の若い人たちの本当に研究成果なんで、はい、
若い子たち本当研究しますからね。ああいうのをね、昔のその麻雀ではああいうのはやっぱりやらなかったんですか、皆さん。やらなかったですね、はい、あの理論は昔から当然あったんですよ、はい、あったんですけど、なんかねやっぱり理屈としてね、パッと見た感じ損じゃないですか、はい、パッと見た感じ損なのを深く掘り下げて研究しないっていうんですかね、はい、そっちの意味合いが強かったんで。ただ今の若い子たちは研究熱心なんで、パッと見た目損だって言われてるプレーもうまくやればプラスになるんじゃないのみたいな、そういう発想からね、いろんなことを研究しだすってことですよね。まあ好奇心旺盛なんでしょうね、はい、今の子たちの方がね。その昔のマジャは結構そういう今の王道ではない仕掛けとかなかったかもしれませんけど、灘さんとか古川さんとかサーフィンダフォーの、うん、結構仕掛け多いじゃないですか。まあそうね、だから泣いた後のことを考えながらやるから、あの辺は、まあ、研究というか体験でしょうね、経験からってことでしょうね。経験値みたいな、そういうことなんですか、うん、今までのあの人たちの時代に、あの期待値とかそういう考えはなかったはずなので、はい、経験値とかでしょうね。俺がこういう仕掛けした時はみんなこういう対応することが多いんだから、だったら本物の仕掛けじゃなくてもいいよねみたいな、はい、そういう発想から出てくるんじゃないですか、いろいろ混ぜながらの。だってね、天敗料を取って連チャンすることに関してはね、100万も1500も一緒ですからね、はい入局してしまえば、ね、いや、ピンポン払いです。嬉しくないドラだね、さっきの時ちょっと難しかったですけど、もう一枚持ってきてくれるとね、はい、超絶嬉しいですけど。嬉しいですね、残り1枚あります。リッチ行くか行かないか、行かない。闇天はリャンウマン役割ではありますが、今局は闇天の理由は何でしょうか。何でしょうね、誰か怖いとか、うん、あのクマちゃんの親だからとっとと流しちゃおうとかね。あ、まだ何も始まってませんけど、うわひどいな、また一発でちゅうだもん、ね、もうリーチ打ってくれればもう違った未来があったかもしれないのに。うまいですね、白鳥長いとなりました。ピンフドライチです。ピンフドライチは基本ね、はい、リーチが多い選手なんだけど、きっちりしてるね、こういうとこもね、はい、まあ、長引かしたくないところですよね、下手にリーチ打ってね。うまく決めてさっくりと上がったり先点でした、うん、オーラスです。さあ頑張りましょうか、頑張りましょう、見てみましょう。ドラは白一面ずジョジョンで、まあ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 、よくはないけど、はい、まあまあそんなにとは断腸次第なんだろうね、あのついてる時ならさほどひどいハイパーには見えないよねって感じだね、はい、ドラドラでございます、うん、ただ今の柴田くんの調子を見ると、質問が聞くように思えないので、ね、ハイパイめちゃめちゃ悪く見えますねって感じですか。こういう時藤崎さんは、はい、なんか普通だとやっぱこのラス目で、はい、加点したい、親番連チャンしたいって気持ち強くなっちゃいますけど、うん、やっぱりそこはそんなに無理しないですか。まあ、ただね、親番の時だけは頑張りますよ、失点報酬覚悟で、うん、あの小型の時にもう基本的には展望取りに行かなくなりますよね、はい、曲を回すだけ、はい、もう打ってる感覚から言って5にも1000点も一緒みたいな結構大差ですけども、ね、いやもちろん状況じゃないと、大差なんですけどもうそういうあのご時世じゃないと、はい、もう 曲を回すことの方に集中した方がいいよと、はい、もう5に持ってこようとすると事故に遭いますからね、まあ、大体本当にひどい時は1000点上がりに行って事故に遭うんだからあります、ね、なんで役割リーチはほとんど打たないし、ドラドラ山田、ドラはまだ山に2枚、瀬戸熊はちょっと、うん、まあ浮きは厳しそうですから、191です、終わらせるだけですか。トーンを重ねましたが2枚切れ、サクッと紡ぎっていきました。まあ、まだね、この曲終わって半チャン2回終わっても今日の半分なんでね、はい、どうなるかは分かりませんけど、はい、
柴田君もね、せっかく瀬戸駒さんとリーグ戦戦えるのに、この調子じゃ楽しくないよね。もっと自分を出したいです。ね、はい。これじゃ誰とやったって勝てないからね、こんだけついてないとね。今、くっつきのいいシャンティになっている柴田。うん、もう何でもリーチって言いたいですかね、柴田さん。それとも、やめてにして、人上がりと思うんでしょうか。どっちなんでしょうね。なんですかね。僕はもう何でもリーチって言いたいですけどね。普段の柴田さんを見てると、今までの戦い見てると結構リーチ攻撃多いなとかイメージはあったんですけども、どうなんですかね。これはダマかな。あんまりリーチの価値を感じないけど、パーピン、やめて、パーピンだと上がれませんよ。そうね、はい、うわあ、寝ちゃうもの。ボンは山田でした、ね、でもまだいいシャンテン。あの柴田君みたいに、はい、あんだけついてない時にさ、はい、あのドラのハック持ってきて、はい、つもぎってさ、はい、スルーするイメージ全くないよね。ないです、ないです。絶対誰かにポンと言われる気しかしない、はい、なんか人さえいますよね。もう論でもおかしくないぐらいの、ね、展開は。これ瀬戸熊さんもポンされたりするとどうするんですかね。ここからどうするんでしょうね。リーチと違うからね。はい、どこでやめるんでしょう。あのヒロがね、テンパっても僕テンパりましたって絶対教えてくれないんでね。はい、今テンパりました。6球走です。まあ、たまたまですけど6球走は打たないんですけど、どこまで頑張るんですかね。どうしましょうか、どうしましょうか。これ柴田君も親だけど折りまであるよね。降りれます。急走持ってきたら降りれます。あ、おやかぶりです。何も考える隙もなく積もられてしまいました。ハクドラさん2,3900の積も上がりで2回戦終了となりました。トップに立ったのは山田、大きなトップです。2着目浮きで白鳥39,000点、3着は瀬戸熊、4着苦しい戦いとなりました柴田です。続いては3回戦お届けいたします。